さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でーす。勝手に言っちゃってです。早速ですがミシェルさん、はい、最近サイバーテロって深刻な問題になってるってご存知でしたか。何かいろんな情報が漏れたりするんだよね、うん、そうなんですよ。入ってそれとか人の情報にボンと入ってきたりでしょ。そういうこと。そうそうです、まさにそれです。自分に限っては大丈夫って思っちゃいますよね、うん、今回はサイバーセキュリティに対する意識改革を進めていらっしゃるこちらの企業様です。今や一家に一台が当たり前となったパソコンやスマートフォン。平成28年度総務省によって発表されたデータでも、我が国のインターネットの普及率はすでに 80% を超え、さらなる浸透が予測されている。そんな急速な普及とともに生まれたある問題、それがインターネットのセキュリティ問題。今誰もが必要とする安心と信頼のおけるサービス、そんな時代に応えるため立ち上がった男がここにいる。ネクストイット株式会社代表取締役中西俊夫。コンピューター社会と呼ばれる現代で、自分の情報は自分で守るを目指し、高品質なサービスを提供し続けるネクストイット株式会社では、今の時代に欠かせないセルフセキュリティ対策の支援によって、ネット上で被害者にも加害者にもなりうる多くの企業を最新最速のセキュリティソリューションで守り続けている。今回は中西俊夫をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まずはじめにネクストイット様の業務内容を教えていただけますか。特に大企業は結構セキュリティ関係に興味持たれて、まあ、当然やるべきことをやられてるんですけど、中堅企業にはやはりなかなかこう実際できないんですね。いろんな費用の面とか言いましてね。ところがインターネットというのはですね、個人であろうと大企業であろうと全く同じ線でつながれてるわけですね。そうですね。だからこれ非常にやっぱり危険ですよね。大企業だから守るんだとか、個人だから守らなくていい問題じゃないと思うんですね。この世の中そうだよね。最近ではね、いろんな犯罪が起こってますよね。コンピューターを暗号化かけてしまってですね、お金を要求するとかですね、これからまあ、ますますですね、いろんな面が出てくるんじゃないかと思います。現在はセキュリティに特化した事業を展開する中西だが、ここまでに至る自身の歩みについても振り返ってもらった。この会社を起こしたのはですね、ちょうど2002年の7月からなんですね。独立されたっていう。独立してます。以前は、まあ、日本ビジネスコンピューター、今の JBCC ホールディングですか、におりましてですね、その当時からやはりセキュリティ含んで、いろんな事業をしてました。ちょうどこの会社独立しましてですね、まあ、仮想ストレージっていうのはですね、あまり聞かないような名前でやったんですけど、非常にファンドさんからもですね、ご支援を受けて立ち上げましてですね、ちょうど2010年に完全にセキュリティ一本でやろうということで、ドメイン変更したんですね。そこからまあいろんな製品の開発販売っていうのを手掛けてるという会社でございます。国内でサイバーテロってどのくらいの件数起こってしまってるんですか。サイバーテロの数っていうよりですね、まあ、ウイルスのですね発生、まあ、ちょっとお知らせしたいんですけどね、大体、そうですね、4000ぐらい出るんですね。4000っていうのはですね、1日じゃないですよ、1秒間です。1秒間なんですよ。1秒間に4000。わからん、そんなにあるんですか。はい、でますます出てくると思うんですね。簡単にはウイルスって作れるんですね、少しの技術持ってましたらですね。だからそういうものがやはり非常に、まあ、愉快犯含んで、まあ、世界中で作られるものですから、まあ、そういう結果になってしまってるという。日本人のそういうウイルス、サイバーテロに対する認識って今いかがですか。日本人ってやっぱり性善説なんですね。一緒にですね働いてる方はですね、みんないい人だというような感じなんですけど、やっぱり最近でやっぱり性悪説っていうような仕組みで持ってこないとですね、なかなかやっぱり守れない。
日本のいいところでもあるんですけど、はい、セキュリティ面から言ったらやはり非常に危険な形だと思います。安心すぎる国ですし ね、幸せすぎる国だから。情報漏洩の被害例って具体的にどういうものありますか？例挙げましたらですね、よくあるのは、まあ、我々言ってるようなですね、 USB っていうんですかね、あの外部相手が持ち出されましてですね、それを落とすとか、コンピューターそのものを落とすとかですね、盗難に遭うとかいうことがよくございますよね。それで大きな問題になっているというのが、まあ、例としてあります。あとはあの基本の情報漏洩、最近は個人情報の漏洩、これは大きな社会問題になっています。企業内部からっていう犯罪結構多いんですけど、注目されているのはやはり外部からの攻撃を受けてですね、中の情報を持っていかれるというの事故が結構やはり新聞紙用では出てます、ね、ありますよね。個人情報が漏れちゃっただとかってね、会見して申し訳ないとか、何万人分のあれがとか ね、まあ、企業としてはやっぱり損害賠償が当然発生するという問題でございますし、逆に そういう持っていかれるだけだったらいいんですけど、企業を攻撃されましてですね、例えば企業の事業ができないと、継続できないような形にされるという場合もございますので、潰されるってですね、はい、Wi-Fi をつなげようとしているのはやはり危ないですね。特にあのインターネットカフェ、まあ、当然あの公開なんかの Wi-Fi 使った場合ですね、誘導されてそこからダウンロードしてしまうというような形ですね。それがまあ非常に大きな被害を自分にもたらすというような形になりますね。続いて、多くの危険が潜むセキュリティ問題を解決するため、ネクストイットが提供するサービス、アットワリフについて詳しく話を聞いた。アットワリフにはですね、簡単に言いましたらですね、まあ、皆さんのデータをですね、バラバラにしてしまうんですね、はい、それをですね、分割して保管するというような形ですね。例えば3つに保管、分割しましたと、バラバラになってますからですね、こう3つに保管してですね、3つ揃ったら復元出ると、復元出る上限があったらですね、はいはいはい、ところがあの3つですけど、1つだけは、まあ、障害で壊れましたと、うん、だけどその2つでも我々のやつは復元できるんですね。そんなこと可能ですか？はい、可能です。いうのがあのアットワリフ製品なんですね。暗号化っていうのよく言われるんですよね、はい、暗号化とは違うのはその、まあ、データをバラバラにする、うん、していってやるということで、暗号化の場合はキーっていうんですね、うん、あの暗号キーというのをですね、うん、ポイントにしてですね、うん、まあ暗号してしまうんですけど、キーの場合溶けてしまうんですね、コンピューター総当たりしましたら溶けてしまう。で、我々は情報をバラバラにしてますから、これ実際普通情報をバラバラしたら全部がキーになってしまいますので、うん、情報量での安全担保ということで、もうこちらはですね、非常に安全だと、今の多分スーパーコンピューターでも溶けないと言われてますので、非常に安全な商品。そして今回さらに進化した新製品として、アットワリフライブ USB の販売も決定。その画期的な製品が持つ特徴についてさらに詳しく話を聞いた。そこでも、新製品としてですね、実はこれ、このコンピューター、これコンピューター、ね、コンピューターですかそれ、はい、実際ですね、これを実際のコンピューターにですね、こう、はい、あのおー出てきた、これつない USB から、 USB は危険言われてるんです。これ非常に安全なんです。入れましてですね、そしたら、皆さんのコンピューターをですね、これがですね、これでこっから実行するんですね。だからこれをどこに持って行っても、うん、この中で実行してしまうと、まあ一つのディスクトップコンピューターなんです、これが。じゃあパソコンはどこでも、どんな場所でも、どこの場所でも結構です。まあ海外でも結構ですと。海外でも、まあ、当然キーボードも問題ありますから、うん、あのキーボード種類がありますんであれですけど、理論的には海外であろうと、例えばインターネットカフェであろうと、自宅であろうと、会社であろうと、うん、自分のコンピューターがこの中で動作する。ただし我いらなくなっちゃうですね。あのコンピューターそのもの、ハードウェアはいりますけ ど、あの中にはデータは全部ここにありますので。もしこれ落としちゃったらどうなりますか？それでですね、先ほどの私どのアットワリフということで、はい、中にデータを一切残さないと、この中にあの何ものないんですよね、実は全部他に保管されてるんでね、例えばデータセンター内部とかですね。だからこの中には一切データ残ってないっていうことです。これを落としましても実際何の影響もないと。本人だったらコンピューターとして使えるけども、うん、はい、
落としてしまったら他の人では無理、使えません。当然あのこれを、実際自分が使うときですね、スマートフォンなんかでですね、まあ、認証を指すわけですね、自分が使ってますっていうのを明確にさせてからこれが使えるというような形ですね。自然に来るでしょうね、やっぱり ね、これだけみんなが助かるもんな。商品名だけ言いましたらですね、アットワリフライブ USB ということで安全に USB が使えますよと、USB でも使えるんですよという商品。アットワリフ作ったその最初の思いきっかけっていうことですか。あ、そうですね、技術的にはですね、1990年代結構この技術が出てましてですね、だからやはりコンピューターの速度とかこれいろんな問題がございまして、なかなか世の中に出てこなかったんでね、私ちょうど2004年ぐらいにですねこれ研究したことあるんですけど、よくございましたよね、昔の映画なんか時代劇なんかでですね、貿易するのに割り符っていうんですかね、はい、割り符持ってきてこう一緒にしたら、あなたは OK ですよというな、 あれの原点ですね。その割り符そのものを中をまあぐちゃぐちゃにしてですね、割り符自身も中身もわからないというような形にしたのがあれですね。でまあ寄せたら一緒になる、寄せたら一つあのデータが出てくる、現代の割り符ということですね。はあ、やっぱりこれだけの商品ね、皆さんで作られてるということは人材育成にもかなり力入れてらっしゃるんじゃないですか。我々の従業員はですね、年間ですね100時間以上の、教育をやってます。もう一つはやはり、若者をですね、特に学生含んでのですね、教育ということでもう数年間続いてるんですけど、ある学校さんと、提携しましてですね、まあ、インターン制度を持ってまして、言葉はちょっと分かりにくいのがホワイトハッカーというんですけど、ハッカーですね、ハッカーの善良な方ですね、ホワイトハッカーですね、を育成っていうの、基礎育成しようということで、毎年十数名をお預かりしてますというような形で教育やらせていただいてます。やっぱりね、新しいものにチャレンジしているわけだしね、常にね、必要だよね、人材教育もね。また次の展開ってどんなこと考えてらっしゃるんですか。やはり私もやっぱりセキュリティの会社ですから、やっぱり大企業っていうのはね、それなりのことはできると思うんですね。だけど中堅企業にはなかなかやはり経費の問題ございましてできないんで、そこに焦点当てたですね製品をですね、これから増収し、出していきたいと思ってるんですけど。急速に進化を続けるネット社会で安心と信頼を提供している中西俊夫、そんな男が心に刻む座右の銘とは。私の格言はね、ノンアクショントーキングオンリーなんでね、失敗を恐れる方非常にいらっしゃるんでね、このやはり失敗を恐れるにまずやることなんだ、評論家ではダメなんだということをですね、失敗を恐れずに、まず動きなさいと、でそれがまあ原点ですよということなんでね、私もそういう中心してます、まあ、失敗も非常に多いですけど、いまだにへこたれずにやっておりますので大丈夫です。本当に若い方でね、やはり失敗を恐れずに失敗してもいいという気持ちでぜひですね、チャレンジしていきたいというふうに思うんですけど、その代表の意気込みでね、ますます日本は安全な国に、よろしくお願いします。はい、今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。